ダークマテリアルズ、黄金の羅針版は2019年から放送されているイギリスのファンタジーテレビドラマシリーズである。フィリップ・プルマンのライラの冒険を原作とし、ダフネ・キーン、ルース・ウィルソン、アンマリー・ガフラが出演する。本作は BBC と HBO の共同で制作されている。シリーズ1は2019年11月3日から放送された。 シリーズ2は2020年11月8日から BBC で放送され、同年11月16日から HBO で放送された。日本では2020年2月18日からスターチャンネルでシリーズ1の日本語字幕吹き替え版が配信された。シリーズ1のソフトでのタイトルはダークマテリアルズ・アイ・ライラと黄金の羅針版である。シリーズ2はダークマテリアルズ ライラと黄金の羅針盤2として2021年2月21日より放送された原作3部作の第1部黄金の羅針盤に基づく平行世界を舞台とし主人公の少女ライラの住む世界は我々の世界と似ていると同時に異なる人間には魂である守護動物ダイモンが付き添い思春期まではダイモンはその姿を変えることができる ダイモンが死ねば人間は死に、人間が死ぬとダイモンは消える。抑圧的な宗教組織、狂犬が人々の生活を支配する。世界には魔法や言葉を話す動物が存在する。一部の人間は平行世界の間を行き来する。狂犬は極北のオーロラを通じて別世界から降るダストを現在として危険視し、密かに子供たちをダイモンと切り離す実験を行う。 著名の探検家、アスリエル卿の名であり、オックスフォードの学寮で育てられたライラの周りで、親友のロジャーら子供たちが誘拐される事件が相次ぐ。ライラはロジャーを探すため、この世に6個しかない心理系を密かに持ち、コールタープ人に同行して、ロンドンに行く。コールタープ人が狂犬と結びつき、誘拐の黒幕であることを知って逃げ出し、 誘拐された子供たちを探す戦場の少数民族、ジップシャンに同行して極北へ向かう。自分が、アスリエル教とコールタープ人の間の不義の子である、ことを知る。鎧熊の禅王ヨレク、気球のディスコーズ B、魔女セラフィナラの助けを得る。ライラは、狂犬の誘拐組織ゴブラーの基地を破壊し、誘拐されて、ダイモンと切り離されつつあった子供たちを救い出す。 母を敵に回し、囚われの父を探しに、気球で北へ向かう。イオレクの王座復帰を助け、父と再会する。アスリエル卿は別世界への窓を開くため、別世界からオーロラを通して、ダストが降り注ぐ下で、ロジャーとダイモンの絆を断ち切り、エネルギーを噴出させる。父に続いて、ライラも別世界へ渡る。世界観を自由に移動する、ボーリアル卿は、 やはり世界観を移動する探検家、グラマンの息子、ウィル・パリーを別世界のオックスフォードで見つける。ウィルは、ボーリアル教の手下を殺してしまい、警察から逃げて、世界観の窓を通る。原作三部作の第二部、神秘の探検に基づく。物語は、ライラの元の世界、ウィルの世界、トシ・チッタガーゼの世界を巡る。ライラは、別世界への窓を通り、スペクターが、 大人の魂を奪うために子供しか住んでいない都市、チッタガーゼにつき、さらに別世界のオックスフォードから来たウィル・パリーに出会う。二人はウィルの世界に行き、ライラは心理系の導きで、コンピューター、ケーブを用いて暗黒物質、ダストとの交信を研究するメアリー・マローンに会う。心理系はウィルの父親のジョン・パリー、グラマンを探すよう示す。ボーリアル教は、 心理系を盗み、チッタガーゼの天使の塔にある探検との交換を二人に求める。ウィルは天使の塔に入り、指を二本なくしながらも世界観の窓を切り開くことができる神秘の探検の守り手の光景となる。ライラの世界では、コールタープ人が狂犬の数奇教となったマクフェイルに魔女たちを攻撃させる。セラフィナラ魔女たちは予言に従ってライラを探し、 狂犬と戦ってアスリエル教の開いた窓を通る。ライラの世界ではスコーズビーが魔女たちの依頼でジョパリと名乗る探検家グラマンを探し当て、共に気球で世界観の窓を通る。コールタープ人は娘ライラを探し、ボーリアル教の導きでウィルの世界のオックスフォードに渡る。ウィルとライラは探検を使ってウィルの世界への窓を切り開き、 コールタープ人と共にいる、ボーリアル教から心理系を取り戻して、チッタガーゼに戻る。暗黒物質、ダストは、メアリーと交信して、自らを天使と呼ぶ。警部の指示を受けた、メアリー、魔女たち、ボーリアル教とコールタープ人、スコーズビート・グラマンが、ウィル、ライラ、探検を追ってそれぞれチッタガーゼに来る。コールタープ人はスペクターを操る技を覚え、邪魔になった。 ボーリアル教を殺す。ライラが第二のイブであるとの予言を知り、ライラを誘拐する。マクフェイル・スーキ教は、心理系がライラを狂犬に対する脅威と指示したことを知り、ライラを追い狂犬の軍隊を別世界に送り込む。スコーズビート・グラーマンは狂犬に殺される。ウィルは一人でアスリエル教のもとに向かう。アスリエル教は、天使に戦争への助力を呼びかける。ダークマテリアルズ。 黄金の羅針版の主要キャスト。ジョーダン左からダフネ・キーン、ルース・ウィルソン、アンヌ・マリー・ダフ、クラーク・ピータース、ジェームズ・コスモ、ルシアン・ムサマティ、ゲイリー・ルイス、ジェームズ・マカボイ、リン・マニュエル・ミランダ、ルタゲ・ドミンタス。日本語吹き替えは、スター・チャンネル版、ユー・ネクスト版の順。フィリップ・プルマンが1995年から2000年に、書いた小説、ライラの冒険三部作は、 ヤングアダルト小説として成功を収め、2007年には長編映画ライラの冒険黄金の羅針版が制作された。この映画は全世界で3億7200万ドルの興行収入を記録したが、三部作のファンからは宗教を批判する要素が薄められているとの批判を受け、また一部の宗教団体からは原作の反宗教的なテーマについての批判を受けた。 数年後、権利がフィリップ・プルマンに戻り、2015年11月に BBC1 が本作の制作を発表した。放送は2017年が予定されていたが、脚本に膨大な時間をかけたため遅れることとなった。2018年9月12日、HBO が共同制作として参加し国際的な配給を担うことが発表された。 本作は批評家から好意的な評価を受けている。第1シーズンは批評集積サイトのテ点とマトズに90件のレビューがあり、批評家支持率は81%、平均点は10点満点で7.69点となっている。また、メトクリティックには22件のレビューがあり、過重平均値は69、100となっている。ありがとうございます。